カラトミーアニアーズ12ウサギ。ウサギとウサギ A ラビットは、最も抗議にはウサギ目、競技にはウサギ科、さらに競技にはウサギ赤もしくはノウサギ赤レポリナエの総称である。ここでは主にウサギ赤について記述する。現在の分類ではウサギ赤にはすべての原生ウサギ科を含めるが、かつては一部を含めない分類もあった。ウサギ目はウサギ科以外にトピック科と絶滅したプロラグスなどを含む。全身が柔らかい体毛で覆われている小型獣である。最大種はヤブノウサギで、体長50から76センチメートル。毛色は品種改良もあって、色も長さも多彩である。多くの種の体毛の色彩は、背面は褐色灰色黒白茶色赤茶色縁模様などで、覆面は単褐色や白である。他の獣と比しての特徴としては、耳介が大型なことが挙げられる。ウサギ目内では耳介があまり発達していない種でも、他の哺乳綱の分類群との比較においては耳介比率が大きいと言える。音や風のする方へ耳の正面が向くよう耳介を動かすことができる。また毛細血管が透けて見える、この大きな耳介を風に当てることで体温調節に役立てるとも言う。目は頭部の上部側面にあり広い視野を確保することができ、夜間や白明白母時の活動に適している。鼻には縦に割れ目があり、上部の皮膚を稼働させることで鼻孔を開閉することができる。門歯は発達し一生伸び続ける。かつてはこの門歯の特徴をもってネズミと同じゲツバメの中に位置づけられていた。しかし上顎の門歯の裏側にくさび型の門歯があるものをウサギ目として独立した目分類がなされるようになった。かつてネズミの仲間と分類されていたように、肉食である猫や犬とは異なる点が多く、多くの種のウサギの足の裏には肉球はなく、厚く柔らかい体毛が生えている。前肢よりも後肢が長く、跳躍走に適している。前肢の指は5本、後肢の趾は4本で、四肢には爪が発達する。体全体は丸みを帯び、尻尾は短い、毛長は長い。ストレスには非常に弱く、絶えず周囲を警戒している。アーバ、アメリカンラビットブリーダーズアソシエーションは世界最大規模のウサギ協会。純血種を保護するため、毎年ブリーダーや一般の飼い主が持ち寄ったウサギを品種ごとに基準を定め、品評会を行っている。生態、草原や半砂漠地帯、雪原、森林、湿原などに生息する。穴ウサギは地中に複雑な巣穴を掘って集団で生活する。縄張り意識は比較的強く、顎下の臭腺をこすりつけることで匂いをつけてテリトリーを主張する。ノウサギは穴での生活はしない。食性は植物食で、草や木の葉、樹皮、果実などを食べる。一部の野生種は昆虫なども食べるという。カイウサギであれば屋外のアリなども舐めながら食べる。体勢、猫などと同じく交尾により排卵が誘発される交尾排卵動物。妊娠期間は最長が雪ウサギの約5飛びで、多くの種は30牛とか。一度の出産で1、6頭ないしそれ以上を出産する。アナウサギは周年繁殖動物、繁殖期を持たない動物に分類され、年中繁殖することが可能であり、多産で繁殖力が高い動物である。ノウサギは春先から秋まで長期的な緩い繁殖期を持っている。天敵はキツネをはじめ小中型の肉食獣、猛禽類。種類にもよるが、時速60から80キロメートルで走ることができるという。
声帯を持たないため滅多に鳴くことはないが、代わりに非言語コミュニケーションを要いる。代表的なものは発達した後足を地面に強く打ちつけるスタンピングで、その主な動機は天敵が接近した場合に仲間に警戒を促すためであるが、不快な感情を表す際にもこの行動をとることがある。ウサギの唾液には衛生状態を保つ成分が含まれている。顔を前足で覆うように撫でたり耳を撫でる仕草を見かけるが、前足にあらかじめ付着させておいた自らの唾液を目的の部位全体に行き渡らせることで衛生状態を保っているのである。特徴的な長い耳に代表されるように秀でた聴力を持つ一方で、視力には劣り、食物を食べるときに安全性を確認する場合も視覚より嗅覚を駆使する。南極大陸や一部の離島を除く世界中の陸地に分布している。ペットとして持ち込まれたものも多く、オーストラリア大陸やマダガスカル島にはもともとは生息していなかった。特にオーストラリア大陸に広く分布するようになったウサギは、入植者のトーマス・オースティンが狩猟用に持ち込んだ24匹のウサギがオーストラリアの環境に適応して爆発的に増えたものであることが知られている。日本では各地の縄文時代の貝塚からウサギの骨が出土することや、古事記の因幡の白兎などに登場することなどから、その頃にはすでにかなりの数が生息していたものと考えられる。灰色や褐色などの毛色を有し、積雪地帯では冬には白毛に生え変わる在来種ニホンノウサギは日本の固有種として知られている。また絶滅危惧種であり国の特別天然記念物アマミノクロウサギは世界でも奄美群島の一部のみに生息する。